浦野春香は NHK ラジオセンターの契約キャスター。東京都板橋区出身。中央大学杉並高等学校、中央大学総合政策学部卒。NHK 宇都宮放送局で2011年4月から2014年3月まで契約キャスターとして勤務し、4月から NHK 新潟放送局へ移籍。新潟ニュース610のサブキャスターのほか、 土日の朝のニュースや番組ディレクターなどを担当していた。2017年4月、NHK ラジオセンター契約キャスターとなる。いずれも、秋山千鶴、高橋春菜、横山明子良キャスターと3週交代で担当。NHK 宇都宮放送局アナウンサーキャスター、詳細、杉友も会主再創立50周年。 記念式典公演会宿画会のお知らせ2012年8月21日付。多摩探検隊、子供放送局制作日誌、20歳。初めての冒険と、挑戦2009年12月1日付。皆様、はじめまして。NHK 新潟放送局アナウンサーキャスターブログ2014年3月31日付。3年間本当にありがとうございました。 NHK 新潟放送局アナウンサーキャスターブログ2017年4月6日付。ありがとうございます。